よーし、やるぞー。よーし、やるぞー。やるぞー。というわけで、じゃあ、マーベルズ引き続きね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プレイは一回俺に変わりました。マープレイだよ、今回は。はい、じゃあ、後々変えていくということで。じゃあ、この洞窟の中に探索するって、トロッコは。おー、これ何乗るのかな、やっぱ。まあ、乗るしかないですね、これは。あ、こういう時なんか俺、あ、引き込む。あ、ちょっと何があるのか見たかったって言ってる。あ、ちょっと。わー戻ってきちゃったじゃないか。今完全に引き殺してしまいましたけど、あ、なんか霞んでるよ、霞んでる、あまりの痛さに消えてしのぎね、危ねえな、これ橋が降りんじゃないか、とりあえず橋が降りますか。え、なに、歩いていけばいいのに落ちた。あ、もう梯子なんか使うとおっせえからってことですか。あ、なにこれ、これは、これ、あ、だいたいこれ向こう側に一人回り込んでって感じですかね。回り込むんだよ。ちょっと待ってください、多分一人短期で乗り込ませるには何かしらあると思うんですよね。調べましょう。ジャンプじゃダメか。あ、ジャンプできます？あ、ジャンプですね、これ。いけるかな。よし、よしね。あ、ダメですね。あの、右のトロッコで行った先の方。あ、やばい、あいつらまた引き殺してしまう気がする。乗ってしまったのか。あー、マークス、本当になんか今死んだような描写が出なかったかな。え、あ、生きてた。ディオンの体力が減ってるんだ。ディオンが一番死にそうですね。こいつはまずいな。向こう側でなんかあの敵の海賊っぽいやつがなんかスイッチ押してたじゃないですか、あれどうにかすればいいと思うんですよ。あ、ボールじゃないですか。乗ってる時に撃ってますかね。出ねえじゃない、そんなに運動神経良くないだろう、こいつは。ちょっとやってみますか。あ、投げる、あ、これだ、これだ、よし、あ、これ下向きながら投げないんだ、これ。下で大丈夫ですか、これ。あ、そうですね。じゃあ、ちょっと叩きましょう。これだ。タイミング。おら、あ、難しくねえか、これ。こっちもいいんじゃないか。こっちは、左だ。左向いてるんだ、こっちだ。左の靴もいいんだ。おら、あ、はい。これ難しいぞ。こういうゲーム、こういうゲームなのか、これは。シューティングゲームに近いものになりましたね。しこれ相当タイミングがだらし、あー、ダメだ、だらしねえ、だらしねえ。さあ、ください、リーダーとしてちょっとこれ成功させないといけない。おる、おーしねえ、やってやったぜ。これでみんなに乗っていけばいいのか。これで、あれ、これでも多分みんな乗れないくさいんですよ。一人しか乗れないんで。一人が行ったあのスイッチを、これでスイッチがないからこっちに来ると、さあ、消え進めると、冒険抜かれた。あ、また、あ、おっと、あいつは、おお、めちゃくちゃボールだな、荒くれた者どもが。あれ、あれ、ダメですね。あ、これ進んでいくんじゃないか。あ、ここ、あ、いじしまった。何をやってちょっと待って、何をやってっこれは一気に戻ってしまうぞ。ぐるぐるもありますよ。ちょっとだらしない、仕方ないね。ちょっととりあえずダッシュシューズで、あそこ駆け抜けるんですよね、多分。駆け抜けるってなんか回避ポイントとかあるんじゃないか。多分ありますよね。一瞬見えた気がするんだけど。出てって上の方に。それ L で消したやつか。大丈夫。あれあそこに一体行くんじゃない。おお、これ死ぬって。死ぬ。おお。え？まあ。ダメだ。作戦を立て直そう。出しねえな。な、初のゲームオーバーか、これは。初ゲームオーバーですね。再開しようか、天丼なんから。天丼なんから再開しますか。体力回復してる。まあ、早めに全滅しておかないと、後々ね、した時にびっくりしちゃうんで。そうだなという慰め。まあでも、あそこの杭打って、トロッコに引かれて、ね、死んでしまった。おっつ、出しねえ、まあ。とりあえず行こう。とりあえず。おちまちま回避しながら行きたいんじゃないかな。ですね。あの、トロコのタイミング全然わかんないですね。あの、あれも当てなきゃいけないの。何ですか。あー、あの、倒すやつですか。どうなんでしょうね。テントの中に戻されちゃったからさ、またいるんじゃないかな。下手したら復活しますね。仲間に助けられて。奴らもチームワークをちょっと得してるから、そろそろ。さあ、どうなんでしょう。とりあえずじゃあ、防御装備していきますか。一人だけでいい。出しに大丈夫だと思うけど。あ、いないいない。このラックロックなんですかね。あ、ボールで取れたりしないの。取れねえか。
ポールか釣りじゃないですか。あ、釣りか。しんぜ、怖えこれ。あかんでたよ。あ、ここに見えるじゃん、ほら。どうぞ。あー、先で2個来て、これが行ったら開いてる。いや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 、よしよしよし、1、2、見えてんだこれ。これが行ったら行ける。いや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 、もう1個欲張りそうで欲張りなかった。2個、3個、これが行ったら行ける。よしよし、待って、怖い。次は何でしたっけ。あ、ここだ。次は3つ来たら行ける。これと、これと、これ、これでいける。危ない。これトマトが行ったらいいんだよ。よし、ローテーションですね。これ3つですね。パターンに入る。これ、あ、これちょっとダッシュしない。長い。これ無理だ。こっからちょっとトリッキーになるな、僕は。このトマト、トマトが行ってからか。トマト、うわあ、邪魔しねえ。危ねえ。これヒヤヒヤゲーム。これ次どこですか。これどうだろうな。だいぶ長いですね。次トマト。あ、このま、この後ちょっと短いですよね。あれ、これやろ。あ、これ三つ行ったんだ。この後、この後。あー、やばい。あー、1、2。あー、あ、ここで上りがあって、ちょっとためがあるんですね。まあ、どうやって行くんだ、ここから先。下るんじゃないですか。下るの。じゃあとりあえずこれとトマトがいったら、おら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 、あぶねえ。下るんだこれ。あぶねえ。タイミングキシビアになってきたな。んだこっち行けないな。上ですね、これ高低差がありますね。あ、下がってんのこれ。トマトいった。よし、行け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 。よし、え、どこ、あ、違う。ない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 、ここか。騙された。危ない危ない危ない。上の描写に騙されてしまった。あのトマトどうやって食べるんですかね。食べたいっすよね。ボールで取れんじゃないか。それぐらいしか考えられないんだけど。あれ、そこ向けねえじゃん、これ。釣りかもしれないですね、それか。あー、無理だ。無理だな、これ。無理じゃん。向こう行かないですね。諦めよう。じゃあ次のココナッツ、ダブルココナッツ&海賊が行った。海賊ダッシュで行きましょう。うわー、いやー、どうしよう。いや、これはなんかキャラを間違ってるんですかね。これなんだろう、これさ、進んだ先にさ、ラックロックしかなかったけどさ。そうですね。どうすんだろうな。ちょっとやり直しましょうか。やられたな。これなんか倒せねえのかな、あいつら。どうにかトロッコ。でもさっきボール弾かれたんですよね。そこが問題ですね。なんか武器持ってなかったけどかね。ボール以外に攻撃手段はなくないですか。ああ、そうか。ジャンプで避けれねえのかな。ジャンプか釣り割れですね。じゃあ次ジャックでいきますか。ジャックで攻め込んでみますか。そしたら、あ、でもダッシュできねえんだよ。通常の走りだとやっぱこう押せんだよな、確か。こいつが一番速いんですよ、トコトコくんが。こいつが一番速いから。ちょっとさ、これ左上、はい、左上はしご降りてさ、はい、ここになんか謎あるんじゃねえかな。あ、そうですね。二人を置いとくって書いてあったから。二人を、これですね。ボールとかでいい、押せ、押したりしないのこれ。釣り針とかこのスイッチを。これで機械受けの扉壊れているみたい。手元にスイッチはないな。いや、あれなんだな。これですよね。ボールとか当たんねえかな。あれ、ボールは当たりますかね。硬い。釣り竿は、釣り竿。これでフィッシュ。ああ、無理か。どっちにここに2人置いとかなきゃいけないんだもん。そうっすね。メンツをどれにするかって話してるんだよ。多分こいつなんですけど。こいつだな。こいつ置いといて、こいつが行くしかねえんだ。そうっすね。ボールで倒してそのまま行ける臭いから、多分こいつ世界の要望だとは思うんですけどね。あそこ結構鬼畜ですよね。どうすんだよな、そこな。結構死ぬじゃん、そこ。あ、これボール、あー、ダメだ。あれだも釣り竿だろ。釣り竿ですよね。釣り竿って釣るとこ。だからほら、行った先にあれしかねえってなっていいな。あ、ほんとだ。あ、じゃあ違うんですかね、これ。いや、どっかで分かる道があるんじゃないの。とりあえず進んでいった方がいいよ。そうそう。1、2、3、ここだ。あ
あ、ちょっとすぐ来るんだな。あの1、2、このトマトの後でしょ。このトマトの後が結構時間あるんだよ。1、2、3、まだ結構すぐ来るからな。あ、危ない。どうしねえ。1、おい、これぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2つ分いけますもんね、これだと。1、あ、間違えた。タイミングミスった。ここ早いですね。ここ早いよな。やっぱトマトの後かな。1、2、トマト。あ、2トマトな。2トマト。1、2、3。ここ来るから。すぐ来て、その後にまたもうちょい出る。1、トマトが。トマトが行った後に。いけ。どこに分岐点ないですかね。いや、右にさ、なんか。じゃあ待って、まあ、右行ってみよう。1、2、うお、あそこで行っていくのかな。下ですよね。下行ってなんか行けんじゃないかな。でもあそこでこう、こう、あ、下か。下行って上、下であそこで上か。ラックロックを取るためには結構なんか無茶しなきゃいけないと。あそこ行くのにはいいんじゃないかな、簡単に。あそこで曲がりますか。そしたら1、2、3、ここじゃダメなんですよね。ここじゃダメ。トマトに1、トマトが行ってから行く。こいつが来て、トマトが来て、あそこで上ですね、おそらく上だな。じゃこれでトマト来た後に行きますか。トマトの後に行こう。あ、ほんとだ、ラックロックしかないですね。ラックロック飲むじゃん、もんな。なるほど、なるほど。そのためにあんな労力を払えない。あ、こっちだ。来た、やった、出口だ。悔しかったらここまで来て、パッチーズやりましたよ。あいつずっと延々と回り続けて、誰かストップしてくれる人いねえのかな。あれ、サクッと降りてきましたね。畜生、このまま無事に先に進めると思うなよ。また謎解きじゃねえだろうな。思うなよ。おう、バカ。キャラ付けを自分の中で、この3人の中でも容姿はみんな同じだけど、お、なんか、おい、ちょ、なんだ、じゃあ、おう、おう、あ、影になってんだ、あれ。何あれ、なんですかね。おう、あ、ちょ、岩橋、調べなんだ、あれ。あれ、どうやんでしたっけ、これだ。あ、知らない、何これ。ん、もしかして先生が。そんな生々しい話じゃ、ペンキか。なんてね、ペンキだ。なんでこんなところに、この上に何かあるってことですかね。これで、いや、まあとにかく、まあ他に何かないか見てみよう。変な扉、意外と扉なさない。これならダッシュだな、これ。ダッシュですね。お、あ、階段ありますよ。これ開け、さっきのとこ座ってんじゃない。開けるんじゃないですか。これなんで降りるとき毎回横着するんですか。はしご使うの嫌なんだな。これで、お、開いた、開いた、来た、オッケーオッケー。でこれでいけるな。宝箱は、お、おお、豊富だ。ちょっと待って、どうも、あ、HP、HP が食うっすよね。めちゃくちゃありますね。宝箱忘れるじゃないか、宝物庫だな、ここは。もう RPG だったら、あ、トレードマーク好きな感じで開けよう。じゃあとりあえずじゃあ赤で、なんか赤が主人公みたいな感じがありますよね。主力だよな。ん、どういうことなの。空箱、これはまさか、これオール空箱の予感が。全部空箱な感じがするな、ちょっと。でもこれは赤短期だから、ちょっと期待してみましょう。まあでもおそらく空のような気はしますけどね。いやー、マジか。どうして、一応開けよう。一応これでなんか一つだけ入ってたら俺スーパーザマーですからね。とりあえず空箱でも開けとかなきゃいけない。とりあえず中に何かしらの実りのあるものが。おい、おー、ラックロック。やっぱここで赤って開けてなんかブチってなっちゃったらおしまいだったんですよ。3期には向いてねえな、このゲームは。あ、ごめんごめん。いや、緑だから、じっくりじっくり。あそこ呼ばないぞ。おいで、おいで、おいで、おいで。で、緑か。緑で、俺これ入ってないと思うんですよ。あれ、あ、呼びきてない、呼びきれてない。どういうのかな。むしろマックスでいっちゃうんですけど。確かに。マックスが帽子かぶるとなんかやけに似合いますよね。ああ。カチャッ。頭でっかしじゃもんないな、マックス。お、これもラックロックだ。ちょっと、あ、なぜ赤だけ入ってない。かわいそう。不遇だな、これ。ちょっと扱いが。これだ。よし、いけんな、これで。いけますね。これであとはここ探索すれば。材木は何なんだろう。あ、岩落ちてきてる。丸太がたくさん転がってる。ここは何かの作業場だったんだろうか。ローブで調べてるな。動かせそうもないな。じゃあダメだな。なんかローブ、僕はなんか危ない危ない。怖
これも何がね、ぶち切れればいいの。あ、これ動かせるの、このマント。これ動かせますよね。ん、少しぐらいついて動かせる。あ、これで、ま、少し衝撃。あ、ダッシュですね。この丸太で開けんじゃねえか、あの扉を。おお、来た。おお、めちゃくちゃ落ちてきた。ぶねえ。じゃ、これも一応体当たりしてみますか。あ、ダメだ。丸太で。おお、あの丸太何の意味が。ん、なんか書いてある。残念でした。力の次にずっと探してるバーカ、こいつムカつく。あ、ま、これなんか調べられないんじゃないですか。これなんか調べられますか、ね、調べられる。実は、お、なんか調べる。え、めっちゃ笑われましたけど、だこいつバカにしやがって、バカにしやがって、こいつ。なんかクリスマスカードのボタンを押したらなんかメリークリスマス流れるみたいな、そんな小細工を。最高。とりあえずこれ俺多分ここのペンキとこ、この赤ペンキのとこが体当たりするんですか。丸太持ってって体当たりする。ほら来た丸太何の意味が。おお、え、ペンキ係がこれ開かねえだろ多分。これどういうことなんですか。でっけえ丸太、一人じゃビクとしない。チームワーク、チームワークっすね。いや、それ持ってあの扉開けんだよ。叩き、あのなんか一気とかの、そうそうそう、縄文解放の時みたいな感じ。あれだ、あれあれあれ、ここで赤いドカンとやってみようか。ドーン、おーおー、ラックロックが、やつらの宝が一緒に落ちてきた。やつらが落としていった宝物、宝のラックロック。びっくりして逃げてったからな、あいつら。だいぶびっくりしました。まあでも実際振動でバーンっていって上から落ちてきたらだいぶ、おー、びっくりますよね。おい、お、やべ、やべ、めっちゃ竹刀持ってる。あ、痛い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 。うわぁ、子供ですね、やっぱ。うお、捕まった。おい、小僧ども全員捕まえた。これ、強制イベント。あ、先生、ちょ、待ってね、なんか濃いのが出てきたな、また濃いですね。ビーズブートキャンプみたいな。ムキャムキャですね。体調が出てきた、体調が黒光りしてますもん。先生もなんか露骨に、俺変態じゃねえかこいつ、ひょっとして。やばいですよ、可愛い子供3人に近づいてくる、やばい。先生には手を出さずに こっちに向かってきた。天下の王家相方キングブル様だ。どうだ、怖くて声も出ねえだろう。唖然としてしまった俺。分かってるよな、美人の先生を助けたったらおとなしく物を渡すんだ。知らねえとは言わせねえぞ。お前たちが俺たちより先に洞窟から盗んだってことは分かってるんだ。ちょっと調べさせ、あー、やばい、あー、いがいがいが、あー、取られた。いきなり取られたの。だいぶさらっと取られましたね。クリスタルだったんだあれ。クリスタルで財宝、あ、マーベリック、あれですよ、最初のオープニングで言ってた。ここでやっと繋がるんだな、それが。それで、このあの弾を使うと触らせるんだね。見つかるんですかね。ここで出てくるの、だから。あ、ここに置くんだ。ご次をバリバリやってないか、ちょっと。お、うお、なんすかあれ。扉が出てきた、後ろに。新世界への扉か。中でなんかオーラみたいなものがくるくる回ってますよ。すごいな、あれ。にかーってしますね。嬉しそうだな。人質になってもらうぜ。これ先生、助けらんないですか。先生助けるのだいぶ先か、これ。力持ちだな、あいつ。やられた。先生が軽いのかな。あ、右側なんか穴開いてる。開いてますね。ここで多分どっかに繋がるんじゃないですかね。おそらくですが。ポリスなんかやんだ、ただ、あ、どういうことなの、どういうことなの。締め出されたっていう。こいつバカすぎ。これちょっとボールで戦うんですかね、そしたら。ボス戦か、まさかの。こいつ倒すんですかね。あ、セーブしときゃよかった。クリスタルの力が弱まってんのか、これ。アベリング、うー、何か爆発した。気絶した。あ、弾が向こう行った。こりゃひどいな。だらしに、だらしないっすね。この鳥が初めて、鳥が回ってる。股間の上に。なんつうところに止まってんの。いいとこ見つけちまったぜ、つって止まりましたね。ああ、ママとワイル君がハマっちゃった。大変なことだったね。君たち先生を助けたいでしょ。急いでさっきの弾見つけて、こっから出るんだ。早く早く。で、先生の言った方向に行かないとな。行きますか。こいつはほっといていいのか。だらしに、あの弾だけじゃダメなのか。すまねえ、パチコードも。え、パチコードもたちはどうしたんですか。中入って閉じ込められちゃったのかな。あらあら、罠だから。あらあら、とりあえず弾取って先生のとこ行こう。先生を助けに行きましょう。うお、水が、バチバチ。あ、案外早く見つかったな。すっごい近くにありましたね。でも逆に転がっただけでよくここまで飛んでいましたね。
なんだこの描写は。お、なんだ。なんかさっきの光はこの弾は一体、それより先生を助けなきゃ。はい、それより下だ、下。先生助けましょう。下も気になるぞ。うわー、ちょっとこれはまずいんじゃないだろうかっていう。これ締め出されるぞ俺ら。ザバーン。予想通りだな。うわー、いやこれ、うわー、追い出された。うわー、なんか、あ、俺なんかこの前気になるって言ってた、あの石じゃんこれ。あ、こっから、あー、ここで排水されると。どこまで行くんだこれ。おお、あ、ここだ。あ、ここで水が溜まるんだ。わ、まさかここにクリスタルを設置するんじゃねえだろうな。これですか。これ煙突か。でも煙突吹っ飛んじゃいますよね、蒸気が出たら。どっかに、あ、お猿、猿がいる。あ、猿がいなくなった。おきき、猿はどこ行ったんだ。あ、いたいたいた。これが開くのか。これどうやって開けますか。鍵なかったよな。た、上開けて先生助ける。先生は全然違うとこにいるはずなんだよ。これどうするんですかね。玉入れるんですかね、ここに。手が入りそうな。玉入れろ、玉。玉誰が持ってんの。あ、小人じゃないですか。あ、おー、来たかった。玉いい。これ冴えてるぞ、おい。小糸に中でちょっと、これなら簡単よ。ちょっとモザイクをかけてお見せできません、ピッキング作業を。これモザイクかけて。犯罪だろこれ。あ、顔真っ黒く。そうでき、これ来ただろ。これデブ戦だらけだ。どうもっけ、デブ戦だよなこいつな。そうですね、マックス的なんだよ。デブ戦っつったら身も蓋もないですけどね。デブ戦の女の子を開けてくれましたよ。これで入れるんだな。もう入っていこうか。じゃあ行きましょうか。なんとなくディオン君が一番前に着くんですよ、自分的に。なんだここは。ウッキー、この船を動かす先生助ける、早く早く。船を動かす先生が助けられるのか。どこに行っちゃったんだろうな、あの先生。ここ旅立つんですか。そしたらもうウィンキーちゃんと説明しないとダメじゃないか。そうだよ、実は君たちが拾った弾だけじゃあの扉を開けることはできないんだよ。出たー。扉の開けるあと3つの弾が必要なんだよ。それで、それがマーヴェリックの仕掛けた最初の謎なんだ。最初の謎か、まだ。船を使って大航海時代、大航海時代、この船が日の目を見るときが。そうですね、これを、この船を3人で、3人で操れるわけないですけどね、この希望。うん、やだ、うん、やだ。なんでここで選択肢を一時も設けるんだ。やだでいいんですか、これは。待って、これやだにしてゲームオーバーになるとか、そういう展開が待ったらやだな。面倒くさすぎるんで、じゃあとりあえずまあ素直な男の子行くぜ。よし、さっき拾った弾を借りるよ。あれは次のクリスタルボールの位置を示すコンパスみたいなのなんだ。ドラゴンレーダーなのこれは。なるほど、ドラゴンボールがレーダーも兼ねてるって感じですかね。これによってちゃんと設置するところあるんだ。そうですね、地下にある窯の中にラックロックを入れてあるようだね。あ、あれが原動力なんですね。ああ、やっぱりそうだ。予想通り、途中でラックロックが切れるとか、そういうイベントもあるんだろうな、多分。ああ、ありそうですね。この船は一体何なんだ。昔の船にも見えるけど、中身は今でも使えそうなものかもしれない。すごいな。先生をさらったやつなら知ってるかも。なるほど。これでどうやって動かすんですかね。レバーを押す、船動く。あれかレバー。みんな一緒、仲間仲間。チームワークかな。あ、上の船長の椅子が、ちょっとここに一人分しかねえぞ。座しましょうか。これはちょっとね、争いの種だな。すまんな、お前ら。早めにちょっとこう撤去した方がいいな、これ。そうですね。ちょっと、え、お前なのみたいな。ダメだな、こういうの。ちょっと、なんか、不穏を招くような。船のエンジンを動かせればのようだ。これを動かすにはかなり力が入れそうだ。チームワークですね。よし、これ連打だろ。たったかたかた、たったかたかたかた。これ結構簡単だな。基本的に連打をしてみると。動いた。てててててて。これで歯車かなんか回んのかな。あの下ではめたやつですか、もしかして。あれ、あ、動いた。つながりますね。ぐるぐる回ってるぞ。蒸気機関で。すげえな。でもあのキャンプの、あ、回ってる回ってる回ってる。やっぱりこれだったんだ。これがないとどうしようもなかったんですね。俺はじゃあ事前準備を済ませたってことか。そうですね。先走ったってことですね。先走ってしまったな、つい。今どうやって亡くなったんでしょうね、今のやつ。歯車の補助効果みたいな。ああ、こうやって巻き込んだ感じですか。ついでにこの効果もつけるもん。すごいですね。てか、食べちゃっちゃっていいんですか。他のキャンプの子供たち、やばいですよ。ないんじゃねえのか。先生はそんなしちゃってなかったから。そうですね。俺は飯食ってねえな、そういうの。そうだ、焼きトマト。焼きトマト食ってねえ。奴らもうお腹いっぱいになっちゃいますよ、ね。焼きトマトどうすればいいんだ、小崎。
ドロシーが俺らの分の焼きトマト残してくれてたら嬉しいですね。まあそんなことはしないよ。焼きトマトエンド、まだ始末つかない。レバーも動かせない。次の日は分からない。ワクワクする。とりあえず出てみる。そうですね。あ、ちょっとこれ揺れてますよ、ちゃんと。下手したら船酔いするこれ。船酔いするレベルですよ。とりあえず中た…あ、鳥の話聞いとこう。鳥の話聞こう。よいしょ。え、いろいろ船が月に向かってどんどんずれていくよ。え、早くハンドルを固定しなきゃ。やばいやばい。ハンドルどこにあるんだよ。これじゃないですか。これ違いますかね。ハンドルだ。これか。違う方向に向いてるんだ。船をまっすぐ向くようにハンドルを固定しなきゃ。これ何これ。どうすればいいの。これかな。ロックオン。タイミングが遅い。色が変わった瞬間。色が変わった瞬間。何これ。これ多分まっすぐってことでいいんじゃないですか。あ、色が変わってる。どこ見てんすか。先端の色が変わってる。先端がピコってなった。ああ遅い。ああ、すごい。これ不審火だぞ。ああ、あそこじゃなかった。このティーンっていった時ですね、おそらく。起きたー。よし、来たー。これオートで動くんだ。すごいですね。ラックロックシステム、なんかコンピューターが。すごいなスーパーゴミ。マーベリックの船。あ、マーベリック、さすがマーベリックの船だな、これ。マーベリック、だってじゃないですね、ほんと。甲板に出てみるか、じゃあ。甲板出てみましょう。船旅をエンジョイしましょうか、そしたら。ドラクエ5さながらのダッシュ。あ、下行っちゃった。おい何をやってるのかと。やってしまった。あえて突っ込まずに。突っ込んでくださいよ、そこはあえて。もう息を揚々と下に下がってたじゃないですか。おぉ、誰かおるぞ。なんか新しいキャラが、新キャラが。またトリかよ。トリ好きですね。クエクエ、ちょうどよかった。ちょっとここで休憩させておくんなましを。私どこまで行くんでやんすか。ヤンス系の鳥が出てきたな。鳥っつったらなんかヤンスってイメージありますよね。ゲスよとか、それでゲスよとか。いや、前にいた島は大変でしたよ。なんたって水がないんですよ、ヤンスから。人も畑も荒れ放題。昔はいい島ってたんですよね。こう足をこれでと。次の目的地っぽいな、なんか。そうっすね。何もない。水がない。島民も殺気立ってるでしょ。やばくないですか。民族の。民族の何かしら。あ、マックス。ここで終わりか。他に通り入って。この鳥に話せば大丈夫なのかな。多分フラグが立った気がしないでもないですよ。ちょ、一回セーブしておきましょう。まあ、じゃあセーブしようか。よいしょ。こっちが始まりとか、船の中からできるんだろう。多分そうですね。これで一応安心と。あ、鳥が止まってる。落ち着きを取り戻した。もうすぐ島に着くよ。おレバーを引っ張って。おいおいおい、引っ張れ。おいおいおい、たったかたったかた。レバー引っ張ろうか。引っ張りましょう。チームワーク。ピピー。つったかた、つったかた、つったかたかたかた、つったかたんだかた。かなり鍛えられてるな、こいつらも。終わった頃に、この冒険終わった頃にはムキムキでしょうね。こいつらが新たな伝説になりそうな気がする。マーベラス2ですか。こいつらの隠す宝を。ラックロック10個とか。ラックしょっぱいですね。あのジムでしたっけ、あのキーパーの子でさえ20個持ってたな、ガッツリしてましたからね。インディオの親子幸せにしてあげて、気をつけてね、バイバイ。インディオがいるのか、この先生。インディオがいるんですか。ピロロ、どうしたの。早く弾を見つけなきゃ。そうそう、インキの話は聞いときなよ。あんまりいつあんまり役に立てない、こういう野生の感。インディオに親切にしてやると。なるほど、こいつはどうでもいいと思う。取り合い来ない方がね、ちょっと飛んでると目障りな時あるからな。